マイクロコンピューター、略してマイコン、ご存じありません？いや、私こういうのは本当に疎いもので、何ができるんですか？昭和57年、乾物屋の2階、1台のコンピューター、僕と妻と1人のペンパル。僕たちの日々はここから始まった。コンピューターゲーム黎明期の小さなゲーム会社と乾物屋を巡る8ビットの日々。マイコンからファミコンの頃、シアターシンクタンク版下が送る青春群像劇、2週にわたって SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。